私も勝って豊口さんに続きます。その息その息、青葉さんかましたって。相手はエリートクラス最強の草刈さん。来た来た、さあ楽しむよ、美少女たちとキャッキャウフフのハーレムパーティー。こんなに強引なんてドキドキしちゃう。でもそれじゃ無謀よね。確実に落としたいなら他の2人とも組めばグーなのにさ。話し合って戦うなんて、人見知りの君にはやっぱり難しいかな。残念、もっと楽しめると期待してたのに。いいわよ島田さん。いつの間に死角に。次堀内さん。了解。あのシャイガールが2人に指示を。ごめん逃げたわ。大丈夫、その動きも予定通りだから。なぜ先に動きが読まれる。あなたの動きは全て把握しています。このスキャニングハンドで。今のはレース前に聞いた時は驚いたけど、それで草刈さんを倒せるならまあいいかなって。あなたの動きは全てお見通し、私たちの勝ちです。わお。さあもう後がないわ、これで終わりよ。なるほどね、ただの連携ではなく私の動きを先に把握しての連携。何、構えが変わった。胸を揺らして。ファンタスティック、青葉さん想像以上だよ。何なの。何を笑って。なんだか様子が。睨み合ったまま。どうしたやろ。声も出せない。まさか。ごめんね。勝者草刈美桜さん。